ラバープリテンド。よかった、出てくれた。はい、実は上田さんの明日の予定を聞ければと思いまして。明日の予定です。教えてもらえますか？
教えてもらえますか？じゃあ夕方会いましょう。二人きりで。そんなに身構えなくても、ただ久々に君の顔が見たい。会いたい理由はそれだけです。電話じゃ顔は見られないでしょう。僕は上田さんにすごく会いたいけど、君は僕と会うのは嫌？よかった。なら明日17時に駅前で。じゃあまた明日。会えるのを楽しみにしてます。おやすみなさい。来てくれてありがとう。久しぶりだね。うん、そこの隙間に隠れてた。いや、行く場所はもう決まってるんで。うん、ここからすぐ近くの。僕の家。家です。
ここからすぐ近くなんで。じゃ、行こうか。大切な話があるんです。外だとどこに記者がいるかわからないから。僕はこういう仕事をしてるんで。うん、じゃあ行こうか。どうぞ。よければソファーにでも。上田さん、早速本題に入りたいんだけど、いいかな？上田さん、僕と結婚してください。あれ？聞こえなかったかな？僕と結婚。はい、結婚です。同じタイプ？ちょっと待って。ああ、なるほど。確かに今の言い方だと、彼と一緒にされても仕方ないですね。すみません。ちゃんと説明するから。まずはじめに、結婚というのは本当にするわけじゃありません。
ドラマや映画で何度かプロポーズしたことはあるけど、現実ではまだないな。なので、今僕が言ってるのはあくまでフリ。僕と結婚を前提にお付き合いしている女性になりきってほしいんだ。フリだけどね。はい、状況が整理できたみたいだね。じゃあ。まあ 100% 関係ないとは言わないけど、役作りとかはないかな。別に君に手伝ってもらわなくても役作りなんて一人で問題ないし。父にね。知ってる？僕の父親役者をやっててね。最近はあまり出てないけど。父は個人事務所を設立してて、僕もそこに所属してるんだ。父に紹介したいんだ、婚約者としての君を。僕にそういう相手がいると思わせたいんだ。そういう存在がいるってことを知らしめたい。いればね。でもいないから今君にこうして頼んでる。あるからやるんだよ。まあ、単刀直入に言うと、僕、俳優を辞めたいんだ。なのに、あの父親がなかなか首を縦に振らないから。大丈夫。心配しなくても、受けた仕事は最後までやるから。でも、これで終わりにしたい。別にここ最近決めたことじゃなくて、本当はもうずいぶん前から辞めるチャンスを伺ってたんだ。今回の話が来る前からずっと僕は何度も何度も引退の件を父に話してる。なのにあの人は次々と仕事を取ってくる。僕のためじゃなく自分にも仕事を振ってもらうためにね。
だから考えたんだ。今までみたいに僕と父だけじゃなく他人の未来まで巻き込んだ問題に発展させたらどうなるか。それなら父も聞く耳を持つしかなくなるんじゃないかって。それに何よりこういう人気商売にスキャンダルはご法度でしょ。その女性は一体誰なんですか？どういったご関係で？もしや噂の恋人ですか？結婚という話もありますが。そう聞かれると照れますね。ですが確かに彼女は僕の特別な女性です。うわあ！大スクープだ！人気俳優西島陸に恋人発覚！豪快だ！豪快だ！うん、そしたらきっとみんなショックを受けるだろうね。そして父も少なからず痛手を被る。だからこそ父にはぴったりなんだ。話を聞いてくれなければ婚約者の存在を世間にばらすなんていう脅しはね。気づいたんだ。混乱してテンパっててもちゃんと人の言葉は頭に入れてるよね。やっぱりお話を書いてる人だからなのかな。そりゃね、アイドルじゃないんだから恋愛 NG とは誰も言わないけど、オーディション現場で周りが必死になっている最中に知名度と才能にあぐらをかいて、現場が初めてのバイトの大学生に手を出したなんてなかなかのネタでしょ。だけどもちろんそんな騒ぎになるのがいいことだとは思ってないよ。俳優だってイメージ商売だからね。僕自身はどうでもよくても関わっている仕事や作品に迷惑をかけるのは僕だって望んでない。でもね、それだと辞めたい理由とか根掘り葉掘り聞かれそうじゃない？それに芸能人相手だとそっちからこの嘘がバレた場合父の耳に届く可能性が高くなるし、それに何より相手の経歴に傷をつけるようなことになったら申し訳ないから。まあ僕と同じで引退を熱望してる人なら別だけど。
それに。もし万一相手に本気になられて、いろいろと騒がれでもしたら、それこそ本当のスキャンダル、大問題でしょ。嘘ばっかり。さっき僕が俳優を辞めたいと言った時の君の反応、覚えてる？そう。普通僕に興味がある人間なら、まず真っ先に辞める理由を聞くはずでしょ。でも君はそうじゃなかった。君は作品の一部としては僕を必要だと思っていても、作品には関係ない、俳優でない僕個人にはまるで興味がないんじゃない？それなら、あの映画さえきちんと成功させれば、引き止められることも本気になられる心配もない。こんなにうってつけな人が現れてくれるなんて、僕は本当にラッキーだ。あれ？意外と強情なんだね。でも、よく考えてみて。これは君にとっても悪い話じゃないはずだ。上田さん、前に恋愛ものが苦手って言ってなかったっけ？絶対言ってたはず。ほら、あ、エチュードの時。最初のオーディションの。テーマは愛と友情だけど、苦手なジャンルはありますか？ほらね。僕も忘れてたんだけど、なんだろう、君の書いた脚本で芝居をしたせいかな。若い女の子の割に汗臭い話を書くなって。そうしたらどんどんそれまでのことを思い出して。で、君は役者じゃなくて物書きだから、苦手ってことは書くのが苦手ってことでしょ。その恋愛が書けない原因はズバリ、一度も男性と付き合ったことがないとか。もしかして恋愛、人を好きになったこともないんじゃ。それじゃあ恋愛をさせるために登場人物を作り出しても共感できないか。でも
その反応は正解でしょ。男慣れしていないなとは合宿中もずっと思っていたし。だからこれはチャンスだと思うけど、僕と恋愛ごっこをすれば脚本の勉強になって将来の夢へ一歩近づく。君は本気でプロの脚本家になりたいと思ってるんだよね。そう？でもそのあたりはなんとかなるんじゃないかな。多分。わかった。なら考える時間をあげる。時間を置いた方がいかにプラスの面が多いか気づくだろうし、だからその代わりに、そんなに怯えないで。答えが出るまでの間、君には僕の付き人をお願いしたいんだ。婚約者よりはだいぶハードルが下がったでしょ。付き人ならめったなことじゃ刺されない。それに身の回りの世話をしてくれる人がいると単純に助かるんです。僕にはマネージャーがいないので。いや、おかしいでしょ。何人かって。上田さん、俳優にどんなイメージ持ってるの？そんなの僕でも見たことないよ。それに多分、飲み物渡す人は付き人とかお弟子さんじゃない？まあ、今までもつけようって話がなかったわけじゃないんだけど、さっきも言ったけど、僕が所属してるのは父が代表を務める個人事務所。つまり社員は全員父の部下。そんな人間をマネージャーにするなんて、スパイをずっと張り付かせておくのと同じでしょ。冗談じゃない。まあ、一人の方が気楽っていうのもあるかもしれないけど。確かに君の言うことも一理あるかもしれない。でも長期のオーディションで今まで出会わなかったような人たちと一緒にいたせいか、最近インスピレーションがよく湧いて。うん、それでもっとプライベートに時間を割きたくなっちゃって。
こう見えて全部一人でやろうとすると結構な労働なんです。ね、マネージャーとまでは言わないから。上田さん、ダメかな。それで構わないよ。じゃあ話はこれで終わり。それじゃよろしくね。西島君が君を付き人にですか。まさか彼がそんな提案をしてくるとはね。うん。私はそれほど悪くない提案だと思いますよ。学業に支障が出ないのであれば受けてみてもいいと私は思います。そこは気にする必要はありません。必要な時は遠慮せずに声をかけますし、
西島君もそれは了承してくれるでしょう。前にも少し話したと思うけれど、実際にやってみて、もし金額面で気になることがあったら相談してくれればいいよ。確かに穏やかさは感じられない言葉ですね。私はないかな。知っていることもテレビや人づての情報くらいだしね。親子で同じ職業についているときっといろいろあるんだろうね。私はまだ時期がかぶっていないから噂話程度で済んでいるけれど、共演なんかもしたことがあるのだろうし、もしかするとそういったことを相談できる相手が欲しくて君に頼んできたのかもしれないよ。それにほら、西島康介といえばあのドラマの主演だったよね。それなら話をするチャンスができるかもしれないじゃないか。もちろんやるやらないは君次第ですが、私はいい経験と人脈作りにつながると思います。ですがもしやるとしても、勉学や自分の執筆がおろそかにならないよう気をつけてくださいね。頑張って。